さあ両チームの紹介、まずスタン・ハンセン、黄金の左腕、首折りスタン・ハンセン、今夜もキングコングのパワーを見せるか、ブルーザー・ブロディ。鉄人ルーテーズにナンバーワンの実力を認められましたジャンボ鶴田。今夜こそ V への襲名を見せることでありましょう。ジャイアント馬場、優勝の光が出てまいりました。指定コンビであります。さあ山田さん、札幌のファン、そして全国のファンが注目する一戦ですね。そうですね、はい、しかし、札幌はねプロレスのメッカなんですが、これほどのエキサイトぶりというのは私はかつて知りませんね。そうですね、はい、五色のテープが舞います。リング上ちょっとこのテープをどけないことには公式戦試合が始まりません。これが話題のスタン・ハンセンであります。これぞ山田さん、優勝を左右する大一番と言っていいんじゃないでしょうか。そうですね、これはもう本当に目が離せませんね。まずスタン・ハンセンとジャンボ鶴田が先陣を切って登場であります。エルボーの構えを見せました。そして馬場鶴田チームのセコンドには負傷が治りました大仁田敦がセコンドに入っています。さあ馬場鶴田とがっぷりと四つに組みます。この公式戦、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田組対スタン・ハンセン、ブルーザー・ブローディ、どうしても優勝への大関門であります。さあハンセンチームはブルーザーブロディに今タッチが行われたようですね。そうですね、はい、ブロディが今入ってまいりました。しかしそれにしてもね、あのハンセンのエキサイトぶりはちょっと異常なほどですね。あ、そうですね、はい、なお今夜馬場鶴田、今夜は合言葉が一つあります。合言葉は言葉一つ、ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田に点を取る方法を考えろ、点を取る方法を考えろ、それだけジャンボ鶴田に控え室で言いました。鶴田の相手はブルーザーブロディであります。やはりリーグ戦ですから、今夜得点を取らないことにはちょっと優勝の望みが消えますので、馬場鶴田チームの方が必死ですね。そうですね、しかしそれにしてもね、あのブロディも好調ですね、はい、あの今すくい投げで投げられた後の起き上がり方が素晴らしいですね。なるほど、絶好調のブルーザーブロディ、そして親分格のジャイアント馬場がここで登場してまいりました。さあ馬場対ブルーザーブロディの一騎打ち、サイドのヘッドロック、リング中央に持ってまいりました。赤いトランクスが踊ります。札幌中島体育センターのリング上、あっと後ろからスタン・ハンセン羽交い締め、後ろからスタン・ハンセンの羽交い締め、さあブルーザーブロディの5本の指が喉元にぐさり突き刺さりました。さあキングコングのこのパワー、ワンハンドのボディースラム、ジャイアント馬場209センチ145キロ軽々と持ち上げた。そして速いつなぎ、さあ史上最強のチームスタン・ハンセンがここで登場。馬場側はジャンボ鶴田に渡します。動きの速いスタン・ハンセンに対しましてはジャンボ鶴田が抵抗する。鶴田が必死でやり合う、キャンバスにぴったりと足をつけた、チョップで返す、しかし首投げに行こうとするスタン・ハンセン、猛然と襲いかかる。まさに動物ですね。そうですね、これはもう本当にすごい戦いになりましたね、はい、さあジャンボ鶴田が力任せに相手を今度はカウンターに取った、エルボーのカウンターに取りました。非常に冷静な立ち上がり、ジャンボ鶴田であります。かなりエキサイトしているのはスタン・ハンセンの方だ。さあロープに飛ばして、アビグリーバット、顎の先端にヒット、顎の先端にヒット、中島スポーツ体育センター、もう超前に膨れ上がっておりますが、大歓声が沸き起こっております。非常にスリリングな展開です。全く目が離せない試合になりました。しかし鶴田君もね、あったスタン・ハンセンの、今のはバーディカルスープレックスですね。そうですね、ブレンバスターが当たっています。そしてエルボー、サウスポーから繰り出します。エルボーが脳天に当たりました。さあスタン・ハンセン、ブルーザーブローディ、今日はどういう作戦に出てまいりますか。かつてこのチームは馬場鶴田のインターナショナルタッグ選手権に挑戦したことがありますけれども、この時には2人を寸断した、いわゆる分断作戦が功を奏しまして、リングアウト勝ちを拾いました馬場鶴田チームであります。山田さん、もういろいろとこの両チームの戦力分析は放送の方でお尋ねしておりますので、今日は馬場鶴田チームがハンセンブロディチームにどうしたら勝てるかというところに焦点を絞りたいんですが、これはたまたまね、今お話の中に出てきた、はい、このブロディとハンセンをですね、分断しない限りチャンスは出てきませんね。あ、そうですか。この2人がチームを組んで、総合戦力でぶつかってこられたらとてもとても難しいと思います。なるほどね、はい、今度はキングコングドロップ、キングコングドロップを打ちました。ブルーザーブローディ必死で食い下がります。鶴田が必死で食い下がってブルーザーブローディをジャイアント馬場に渡しました。さあ馬場のチョップがうなりを上げて飛んでまいります。
さあ脳天チョップに出ました。サイドのヘッドロック、リングの中央、グランドでの展開に持ち込もうとするジャイアント馬場であります。山さん、私もいろいろ考えたんですけれども、いわゆるこの勝ちパターンというのはフォールを取っての勝ちというのはちょっと考えられないでしょうね。そうですね、やはりあの反則とかですね、はい、リングアウトという形がね、最も考えやすいわけですよね、まあ、しかもブロディとハンセンの一体どちらに狙いを絞るかと、はい、これどちらに絞っても同じだと思いますよね。今度はスタン・ハンセン、ウエスタン・ラリアットがドロップ、結果ジャイアントボブの溝打ちのあたりを蹴り上げました。すかさずジャンボ鶴田がフォローに入ってまいります。このスタン・ハンセンのものすごい助走をご覧いただきたいと思います。これが恐怖の首折り、黄金の左腕、スタン・ハンセンであります。待ち構えておりますリングの中、今入場者の発表がありました。7800人超満員という発表であります。中島スポーツ体育センター始まって以来の入場員だそうですね。そうですね、はい、そしてお聞きください、この大合唱。さあ果たして馬場鶴田チーム2人を審判した作戦、いつどこで分岐点になるでありましょうか。馬場が非常に躍動しています。河津掛け、河津落とし、さあピンの体勢に持っていけるか馬場。さあ振り返った、今ピンの体勢に持っていった、そのままカウントが入ります。非常にね、しかし馬場選手が冷静ですね。はい、これはいいことですね、はい、やはりこの2人のチームは知恵袋はジャイアント馬場ですからね。そうなんです、しかしスタンハンセンの猛攻が再び始まってまいりました。大きな体を乗せます。ジャイアント馬場が捕まりました。やはりあの鶴田君がね、やや切れ込み加減なぐらいに張り切ってるんで、はい、馬場選手が冷静でないとバラバラになってしまいますね。そうですね、あ、この2人の対決になりますと、山田さん、今年の6月思い出しますね。この札幌中島体育センターのリング上でウエスタンラリアットを2度食ったのが馬場でしたね。そうなんですね、はい、非常にね、馬場選手にとっては限度悪い場所ですね。そうですね、忌まわしい事件がありました。このスタンハンセンにウエスタンラリアットを2度食ったこのリング上、さあブルーザーブロディがまずキックを打ちます。熱いグナイタにキングコングキックを打ちました。一歩下がって助走をつけてのキック、足を捕まえた、いった、ジャイアントバダブルチョップ、ダブルチョップ、さあ表を向かしてジャイアントババのチョップが飛びます。そして今度はキングコングには2プラトン、若いジャンボ鶴田に渡す、鶴田が踊る、躍動する、飛んだドロップキック、熱いグナイタに命中、そのまま覆いかぶさる、どうだ、セコンド役を務めております大仁田敦史が今カウント2まで打ちました。ものすごい試合になっております。鶴田君のドロップキックね、はい、いいですね、なかなかね、いいですね、上からね突き刺すようなね、はい、一発、さすがのね、はい、タフなブロディも一瞬グラッときましたね。そうですね、本当にいい攻撃を見せておりますこのジャンボ鶴田であります。今来日しておりますルーテーズさんが言っておりましたけれども、このジャンボ鶴田には筋肉の耐久力という点が非常に素晴らしいと言ってますね。あ、なるほどね、はは、私ははっきりわからないんですけども、筋肉の耐久力というのはどういうことなんでしょうかね。いや、やっぱりね、耐え抜く力という意味じゃないですかね。あ、そうですか、はい、さあ両選手の動きであります。お互いにドロップキックを連発しております。何しろ公式戦勝ち点2を取らなくてはいけません。鶴田がちょっと2人に合っています。2人のダブルエルボーバット強烈ですね。そしてエルボードロップを落とすスタンハンセン、ちょっと背中に汗、スタンハンセン、しかし馬場に猛然と襲いかかる、このものすごいラッシングパワー、すごいラッシングパワー見られました。鶴田もやります。鶴田も負けてませんね、負けてませんね、本当に負けてませんね。さあ両選手の睨み合い、張り手、しかしスタンハンセンも左手で返します。そして山田さん、何としても受けてならないのがウエスタンラリアット、これだけはもう本当に注意しなきゃいけませんね。そうですね、この史上最強の野獣ミラクルパワーコンビにはいわゆるプロレスのセオリーは通じません。そのセオリーの反対をいかなくてはなりません。さあ知恵袋のジャイアント馬場がどういう指示を出しておりますか。私最初にレポートしたんですけども、山田さん、2人の今夜の合言葉、得点を取れ、点を取る方法を考えろという、この作戦、まあ、当然のことですね。そうですね、はい、しかし果たして何をやるかという、ね、何をやるか、はい、そうですね、これはもうね、この土壇場ですから、はい、たとえ反則であれリングアウトであれ、はい、いずれにしろ得点をしなくちゃいけないというね、至上命令ですよね。しかし山田さん、今夜超満員と膨れ上がっております札幌のお客様は、ジャイアント馬場にはあの NWA 世界最強の座についた、王者についた時見せたあのランニングネックブリーカー、あるいはジャンボ鶴田にはバックドロップ、この辺りを期待してるんじゃないでしょうか。もちろんそうですね、あの相手がね大きいだけに、はい、バックドロップがもしスカッと決まれば、これは大変な
効果がありますからね。ぜひとも見せてもらいたいですね。そうですね。さあ相手の体をひねりました。ジャンボ鶴田から今度は温帯のジャイアント小馬に渡しました。馬場はこの札幌中島体育センター札幌大会絶好調。さあ鶴田が赤い鉄柱にブルーザーブロディを持っていきます。さあ一旦場外に出てまいりました。鶴田が今度は反対側のコーナーマットに思い切ってブルーザーブロディの額を打ちつけました。キングコングの髪の毛が大きく揺れております。そしてリング上の馬場に渡します。さあ馬場がさあなんだカウンターの16番、これは当たったぞ。倒れるかキングコング、まだ倒れない。しかしダブルチョップで倒しました。チャンスが訪れたが、しかし史上最強チームもブルーザーブロディからスタンハンセンにつながれました。ジャンボ鶴田がスタンハンセンをどういう風に攻撃しますか。あっとカウンターの2パッドが待っておりました。今助走をつけて思い切ってぶち当たったんですけれども、さすがによく見ております。さあそのまま体を浴びせた。カウント1で跳ね返すスタンハンセンです。ものすごい恐るべきスタミナパワー、そして馬力。スタンハンセン執拗に攻めまかるジャンボ鶴田、この相手に密着して本当にしつこく攻めてるのはいいんじゃないでしょうか。そうですね、あのねハンセンと離れないでね、ガンガン攻めた方がいいですね。そうですね、非常にスリリングな展開となっております。82年世界最強タッグ決定リーグ戦も大詰め、終盤戦の札幌大会、本当にお客様がよく入りました。スリリングな展開に酔いしれているというような感じであります。先ほどのザ・ファンクス対レース・スレーター組の対決が時間切れの引き分けに終わっておりまして、おっとトップロープから手刀を落としてまいりますブルーザーブロディ。ザ・ファンクスは現在7点、レース・スレーター組は5点、このチーム得点2、もしハンセン・ブロディが得点2を上げますと単独トップ。さあ今度はジャイアント馬場、左側の16門、左足16門当たりました。表を向かせて正々堂々と打ち合います。馬場スタンハンセン、馬場スタンハンセン、猛烈なチョップ合戦になってまいりました。馬場選手が今日はいいですね。そうですね、非常に冷静に反則をやってますね。はい、さあ今度はスタンハンセンにツープラトンのキック、16門ももちろん当たっています。さあ危うしスタンハンセン、ブルーザーブロディ、今度はブルーザーブロディが出てまいりました。ジャンボ鶴田と激しいやり合いリングの中央。さあどういう技を持っていくか、どうやらグレンバスターの体勢だが持っていったグレンバスター華麗に決まっています。そのまま覆いかぶさります。しかしなかなかバックドロップの体勢に持っていくことはできませんね。そうですね、またねうかつにチャンスがね、はい、来ないですね。そうですね、やってはいけません。再び馬場チームは2人がかり、ツープラトンの攻撃が功を奏しています。さあ得点を取れるか、カウント2です。あくまでも得点2を取らなくてはなりません。馬場鶴田チーム現在勝ち点4点、そしてブルーザーブロディスタンハンセンはここまで勝ち点6点であります。単独トップに立つチャンスが訪れてまいりました。スタンハンセン、ブルーザーブロディ、さあ馬場が今サインを出しました。2人がかり、相変わらず2人がかりの攻撃。さあ4人の選手がリングの中で踊ります。さあちょっと待ってください、ジャンボ鶴田が外にする、ウエスタンラリアットいった、危ない、馬場がウエスタンラリアットを送った、馬場がウエスタンラリアットを送ってしまいました。非常に弦の悪い札幌中島体育センターのリング上、鶴田もすっ飛ばされた。さあちょっと隙を見せました馬場鶴田チーム、2人ともダメージが大きい。ものすごいキングコング2位ドロップ、そのままの出来事でした。鶴田間に合いません、ピンフォール勝ち。スタンハンセン、ブルーザーブロディチーム得点を逃しました。勝ち点2点、単独トップに立ちました。6点プラス2点、勝ち点8点であります。優勝へ一歩駒を進めました。スタンハンセン、ブルーザーブロディ。